スリーグレイシスの2キロ銀貨。ちなみにグレードはですプルーフ70ウルトラカメオですね。見てください、このまずスラブの大きさ。これが普通のスラブです。ロイヤルミンコットの発行枚数が50枚っていうことになっております。こんにちは、アンティークインギャラリーの渡辺です。今日ですね、このコインの説明を紹介をしようかなと思います。じゃん、でかいですね。2020年、ロイヤルミントイギリスから出た、スリーグレイシスの、2キロ銀貨のご紹介です。見てください、このまずスラブの大きさ、半端じゃないですね。もう僕の顔ぐらいでかいどうでしょう、さすがにね、僕もこんなに大きいスラブは初めて見ました。2キロです。はい、ちょっとね、今回、他のサイズのね、スラブと見比べてみて、どれだけこれが大きいのかっていうのを、ご紹介できたらなと思いますので、ぜひ見てください。はい、では2キロ銀貨ですね、早速、他の銀貨と、比べてみようかなと思います。これがですね、先ほどお見せした、ロイヤルミントの2キロ銀貨ですね。かなり重たいです。はい、でこれとちょっと比べてみようかなと思うのがこちらですね。うちがですね、2月にですね、独占で販売しましたオルダニーの1キロ銀貨です。実はもう、入ってきてお客さんに発送しております。でですね、かなり出来がいいので私もすごい嬉しいんですけれども、ちょっとこれと比べてみようかなと思います。はい、もうこれと比べてもね、全然大きさ違うというのがよくわかるかなと思います。まあ、単純にこれ厚みが同じだとすると直径が2倍になっているのかなという感じです。ちょっと比較してみるとですね、細かいところ、ロイヤルミントの方がこう内がちょっと浅いかもしれないですね。例えばここの、洋服の具合のこのシワの部分とかですね、結構こっちの方が、ロイヤルミント版の方が薄い印象です。こっちの方がはっきりしてますよね。これ多分動画でもわかるかなと思いますけれども、この角度とかで見たらよくわかるかもしれないですね。この1キロの方がハイレリーフ、彫りが深い高いイメージですね。これ映るかな。うん、これもかなりハイレリーフな部類には入るかなと思いますけれども、高さで言うとオルダニー版の方が、よりくっきりとした、彫刻に仕上がっているのかなというイメージですね。なのでなんかこうパッと見の印象なんですけれども、こっちのロイヤルミントの方が霜降り加工がされているこのスリーグレイシスのところですね、ここがより綺麗というか、こうふわっとしている、ごめんなさい、なんか語彙がなくて、優雅というか、こうエレガントというような感じですね。はい、でこっちの方がかなり彫りがしっかりしているので、なんか力強いというかくっきりした印象があるなと。これが実際見比べての感想ですかね。ということでちょっと1キロ銀貨とも比較してみました。ちょっといろいろなものとサイズの比較をできたらなと思います。まずコインあんま分かんないよっていう人にも分かるようにスマホと比べてみますね。これ僕が使っている iPhone なんですけれども、はい、まず iPhone よりも何でしょう、余裕ででかいですね。というかなんかごめんなさい、画角がですね、これが一番広いんですけれども、これにもうスラブが全部入らないっていう状況でして、本当はねもっと上の方も映したいんですけれども、ちょっとここまでで勘弁してください。で、ちなみにですね、まあこの辺はコイン分かる人、これが普通のスラブです。これは、2オンスですね。2オンスのスリグレです。これちなみに、2オンスは3510枚ですね。次。よいしょ。5オンスです。これもスリグレ、ロイヤルミントですね。どうでしょう、この大きさの差。ちなみにこの5オンスは、510枚です。次は、これスラブに入ってないんですけれども、10オンス。です。
これ直径的には5オンスと同じなんですけれども厚みが違いますね。これ10オンスです。ちなみにこれ10オンスか、175枚となると次1キロ行きたいんですけれども、ちょっと今ねすりぐれの1キロがないので代わりにドンということで、これが、オルダニーのウナライオンの1キロ銀貨ですね。まあ、この1キロと比較してもかなり大きいかなっていうのがわかるかと思います。はい、これって単純にどれぐらいなんですか。2倍もないのかな、直径で言うと。あ、でも2倍ぐらいあるかもしれないですね。ちょっと後で測ってまたお知らせしますね。という感じでですね、どうでしょう、2キロ銀貨。ちなみにこの2キロ銀貨なんですけれども、ロイヤルミントの発行枚数が50枚っていうことになっておりますので、非常に希少なコインです。50枚ですね。あの、重い、本当に。裏面はこちらエリザベス女王が入っております。まあ、50枚なんでね、なかなか普通のディーラーというか、まあ、結構なコネクションがないと買えないような、ものになりますが、まあ、今回ね、縁あってお客様欲しいっていう方と、まあ、持っているというところとつなげることができまして、無事入手できましたと。で、今回もお客さんのね、ぜひ YouTube で紹介してくださいっていうことをご快諾いただけましたので、ここで紹介させていただいております。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。よいしょ、うん、かなりね、やっぱ2キロにもなると彫りが深くていいですよね。このスリーグレイセスのこの銀、霜降りの部分ですね、このウルトラカメオとかっていうところなんですけれども、そこもかなりよく出ています。ちなみにグレードはですね、プルーフ、70ウルトラカメオですね。一番いい鑑定取れました。よかったです。はい、ということで、今回2キロの、スラブのご紹介でした。なかなかね、こんな大きいコインもそうですし、そのコインがスラブに入ってるってのを見る機会ないかと思うので、いい機会になったらなと思います。まあ、よかったらまたチャンネル登録だったりいいね押してもらえると今後の励みになりますので、よろしくお願いします。では失礼します。